三遊亭窓け、三遊亭炎上は、落語家の名跡。当代は三代目だが、落語協会公式においては、初代という位置づけになっている。師匠炎上が、窓けの新内昇進の際に、お前が初代だと発言したことが因と思われるが、本人は三代目と記述することが多い。三代目、三遊亭窓け、三遊亭炎上。 1944年12月10日台は、落語協会所属の落語家、同協会常任理事。本名は、大隅博士。愛知県名古屋市水北出身。東京都足立区六町在住。明治大学文学部演劇学科中退。出林は、漢女。主に新作落語を演じる。なお表記については、本人の出版物、作成物の名義や、 本人及び門弟の表記は一貫して炎上と表記されている。一部媒体においてもどかのつく落語家の中で彼のみ炎上で分けて記されているものが存在する。三代目本人はどかでも縁でもどっちでも良いと語っている。1979年に師匠六代目三遊亭炎章が死去するまでは炎章が新作を嫌っていたこともあり。 古典落語を演じることが多かったが、1980年代以降は、もっぱら新作派として知られる。その演目のほとんどは自作である。従来の新作落語は、落語芸術協会の柳や金五郎の流れを汲む人情話風のものが主流であったが、漫才ブームでスピード感のある笑いが支持を集める中、窓かだけは、こうした新作が、すでに古臭くなっていると考え、独自の 実験落語を創作。SF 小説のような、奇想天外な世界観を持つ新作落語数多く、編み出し、ファンを獲得する。これらは、三遊亭白鳥、直系弟子や柳や京太郎、春風亭翔太、もともとは窓片系の弟子入りを考えていたという、といった新作を手掛ける、後進の若手落語家や、上方の六代目、桂文枝などに、大きな影響を与えた。 特に、グリコ少年は、フミエや京太郎が揃って影響を受けたと言っている。柳や京太郎が、マドか上作のペタリコンをレパートリーとするなど、マドかだけ自身よりも他の落語家の方が講演する、機会が多くなった炎上作品もある。かつては、ローリングストーンズのベロマーク、タンロゴなど、様々なワッペンを縄文代わりに着物に発光座に出る。 ことが多かったが、還暦を迎えてからは袖ぶはおり、ちゃんちゃん甲を着るようになった。気難しい縁章から、大きな期待をかけられた弟子であり、私にはない、不思議なフラ、面白さを持っていると、前座時代から縁章は周囲に漏らしていたという。新内昇進は六人抜擢で、弟子の中で、唯一、縁章は、新内昇進披露工業に50日間1日も、 休まず付き合ったと言われる。先に入った者が偉い落語の世界で、窓かだけ自身が七番弟子であったことを考えると、異例の扱いである。新作のみを演じてきたが、2005年頃から講座で古典の講演を解禁した。弟子に教える話はすべて古典で、三遊派の演じ方にこだわり、八十九章をまず最初に教える。自身は、豪女級。 金明地区などの軽い話から、豊島の死、落田、居残り、左平次、文七元傑など、大ネタまでを演じている。そもそも演唱に入門したのも、新作をするなら、基本をみっちり仕込んでくれるという動機があってのもので、本人曰く、につめ時代までで130本の古典落語を覚えたという。なお、古典を演じるときはメガネを外す。兄弟子、五代目。 三遊亭窓科学とは、師匠、炎章の死後に対立が表面化。1986年に出版した、分裂騒動の回想記、ご覧新落語協会分裂と、遠征とその弟子たちで、落語協会分裂騒動の際の炎落の行動を、厳しく批判した。また、窓科学の僧侶弟子である、三遊亭崩落による七代目炎章襲名の話についても、 自分が演唱を襲名すべきだと主張。公演で落語を演ずることで七代目演唱に、ふさわしいものを決めようと対決し、その後は、三遊亭窓か窓の参戦もあったが、七代目はいずれも継ぐことなく収束した、三勝、三遊亭演唱七代目演唱襲名問題。その後も演楽の一問とは、特段の交流はなかったが、2013年の演唱の、新著。 落語家の通信簿について六代目円楽から五人についての指摘を受けて増札時に修正したのを機に意気統合し2014年3月より合同落語会三遊雪どけの会を開催している執筆した著書の多くはジョーク本や趣味本であるがご乱心や落語家の通信簿は同僚同業者批判が含まれ議論を巻き起こした他趣味でも知られ その一つに、狛犬の研究がある。1996年には、日本産道狛犬研究会を設立した。仕事で、北海道に行った時、カニを食べたところ、ショック症状に陥ったことがあり、依頼かには避けているとのこと。プロ野球では、地元球団である中日ドラゴンズのファンであり、球団主月間ドラゴンズにも、三遊亭炎上の頑張ロみやドラゴンズを連載している。 あまりにも熱狂的な中日版、徳光和夫と例えられるほどに狂信的と評する向きもあるため、中日スポーツのコラムなど出た球団選手やファンなどを激しくこき下ろすことが多い。MS ドス前世紀のパソコンやコンピュータゲームに精通し、パソコン雑誌、O,FM、日本ソフトバンク、週刊に、炎上の言いたい放題を2回連載、パソコンゲーム雑誌。 ポップコム、小学館、休館市場にて、ゲーム表、炎上のドラゴンスレイヤーを長期連載したほか、自作ゲームのソースコード掲載などもいった。パソコンゲーム、サバッシュ、サバッシュ2では、ゲームシステムからシナリオまでを担当した。パソコンやゲームをネタにした、新作落語を作り、講座にかけたり、講座に、パソコン、と、モニターを持ち込んだこともある。恒例になった近年は、 ウェブサイトを自身で更新する程度となっている。名古屋祭りのテレビ中継にゲスト出演した際、同祭りの目玉である、郷土三英傑行列、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の仮想巡行について、アナウンサーから、三英傑の中で、誰が一番好きですかと聞かれた時、僕は三人とも嫌いです。みんな郷土を捨てた人物ですからと答えた。 2016年6月、かつて渋谷ジャンジャンで毎月開催されていた自身主催の新作落語の会、実験落語 CBGK 主部劇にて実験落語ネオとして復活。主な新作落語ほか、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。